しぶりです、パルメジーです。天の声ちゃんです。メガネさんですよ。ということで初めてのクランマやっていきます。クランマはクランマッチの略ですね。同じクランに所属しているメンバーでチームを組んで戦う期間限定イベントです。クラメンが8人しかいないんだけど、奇跡的に予定があったので参戦してみました。貴重な参加チャンスだね。ルールは5対5の700コスト。ステージは廃墟都市です。700コスト、つまりフルアーマーダブルデータの出番だぜ。本当はあんまり環境に適してないんですけどね。許してくれたフレンド様様だね。ちょうどいいしフレンドにも成長した姿を見せつけたいところ。後方支援が俺の花、見せていこうと思います。これが俺の、2ヶ月間の成果だ。うおー。よっぱ。うおー。やばい、何にもいいところがない。残り4分を切りましたね。嘘だろ、そうくらい少しでも爪痕を残したい方。うん、この火力気持ちよくなっちゃうな。それに加えストッピングパワーもあるのがフルアーマーダブルデータ。こうして敵をカットして味方を助けることもできます。助けることもできます。いやちょっとこれは違って、なんだお前どっから現れ、うわー、こんな初めては。今のところ本当に何もしてないね。こんなことが許されていいはずがない。許されちゃいけないんだ。俺は今怒りに燃えている。頭の血で頭を冷やしてやるでだ。俺もうここから動かなくていいか。気に入った宣言ですか。くわー、ちげえよ、帰るこの野郎。まあ橋の上は強いのでここ防衛するのは悪くないですが、そこにいると挟まれますよ。いやまさかそんなわけないだろ。あらやだ、そんなことありましたわ。お味方がいなかったらそっち遊ばれてましたわよ。奥様ありがとうございますわ。お味方様、あ、これ君はごめん味方。死ぬ前にせめてお前だけは。長いよ。もはや利敵行為の域にまで。違うんです、いつもはこんなんじゃないんです。本当なんです。これカウンター発動しないんですか。ボロボロで受ける。受けんな。あ、ダメだこりゃ。残り15秒。せめて生き延びたい。まだ生きていたいよ。この野郎ボコヒカ殴りやがって。バーン。さすがバンシー。5秒でここまで削るとは。でもこれならギリギリ耐えれる。別に死んでも勝てるけど絶対生き残る。よう、味方が盾に。その勇気ある行動に僕は手やって間違えた。ごまかしタックル。わあ。帰れ、車よりも近づくな。撃てろ、イネボケ。うわぁ、これどう？生きてる？追撃だけは一挙前。うるせぇ。ゆっくりしていってね。作戦開始。雪辱を注ぐクランマハ始まるよ。先の試合は悲惨な出来でしたが、果たして今回はどうでしょうか。今回は本気なのでカラーをデフォルトにしてきたよ。こうすることで味方の強化型ダブルデータと色を揃えられるので、カモフラージュを作り出すことができるのだ。なお、フルアーマーダブルデータは支援機なので光栄。強化型ダブルデータは強襲機なので遊撃になります。このカモフラ意味ある？あるかないかじゃない。やるかやらないか、だろ。カモフラにその言論は通らないだろ。強化型ダブルデータのパイロットが S- でエース候補なので、エースと初心者のカモフラはいけるかもしれません。本当は5人全員ダブルデータで揃えてみたかったけど、持ってない人がいたのと強ダブゼが被りまくったのでボツです。さて、現在初動の睨み合い。橋の上で待機人間です。このステージは橋の上が強いですからね。その通り、挨拶代わりのハイメガキャノン。そこのように意外と車線が通っているので一方的に打ち下ろせるのですね。安全な場所から火力を叩き込む。これこそ支援機の醍醐味でしょう。次は連動射撃、行っちゃおうか。狙って、狙って、シュート、狙って、
狙って。今撃たなかった。気のせいだろ。シュート、もうダメかも。下手。そう。うるせえ。停止射撃は発射までに少しラグがあります。なのである程度偏差射撃を行わないとこうなるんですね。まだまだ成長の余地があるということだな。ポジティブ。なんて言ってたら敵めっちゃ来てるんだけど、こちらの攻撃が回転の合図になったようです。敵割れてるし早く言うよね。こんな強敵、そう簡単に渡すわけにはいかない。ほら帰れ。ここはうちの縄張りだ。威嚇のミサイルズルドドド。国敵が降りていくな。下にいる味方にヘイトが集まってますね。それはまずい。今助けるぜ味方。なんやねんそのエイムは。いや大丈夫次は外さない。落ち着いて撃てば、当たり引退しろかす。縮小こんなはずじゃないのに、それは当たりんですか？足元狙いすぎて標準が下になってますね。バッグがあれば当たってたはずです。俺のビーム兵装だけバッグ持ちにならないかな。強すぎる。さてところ変わらず橋の上。ミリ残しが量産されています。おっこら逃げるな。ポイント置いてけ。うわぁ完璧なミリ調整。チームの方針として、強化型ダブルベータ乗りのパイロットをエースにさせる作戦をしています。エースマッチは一番戦績のいいパイロットがエースに選出されるので、なるべく一番上手い人にポイントを渡して稼いでもらう狙いです。敵を倒せる人がエースになるのが一番A ですからね。ちなみにエースとオープン主を見間違える人が味方に続出してました。色揃えた兵隊がもろに出てるじゃん。バカな。こんなはずでは、カモフラージュは成功しましたね。この姿と違う。さあ第2ウェーブの始まりですよ。またもこの80での攻防になるぜ。見栄えが変わらんね。それはガチ。しかし今は動画映えより勝ちが欲しいのでしばらくこのままです。パイロットの鏡にして投稿者のクズ。なんと言われようと俺はこの橋のドンになる。おら帰れ。身ぐるみ置いてけ。声が山賊なんだよな。全然来ないじゃんほらほら。どうした俺が強化型ダブルデータに見えるか残念俺はお前に有利な支援機だぜ。よし、うまく追い返せたな。まだいるが。カモフラージュ効果、敵視点がわからないのでどんなもんか測れませんね。味方に悪影響があることはわかったんだけどな。最悪だ。視聴者の皆さん、よろしければご意見をお願いします。あまりに露骨なコメント勝手にやめろ。さてまだところ変わらず、痛い。あ、ちょっとこれやば、痛い。なんだお前この野郎、俺のカウンターは強化されてるぞ。まあ発動しなきゃ意味ないんですが、おうそのタックルは、シュジャロアリンコ。ほら歩いても避けられませんでしたね、はい。おーアリンコ僅差になっちまったな。グオー俺がアリンコです。認めちゃった。ということで第2ウェーブは度級の乾杯。心は強いけど力が弱いアリンコは味方に合わせて出撃します。心が強いとは思えないヒゲのありさま。へこんじゃった。ごめんね。ちなみにアリンコじゃなくても味方に合わせての出撃は大事です。たとえ味方がボコられてても、一人しか生きてなかったら無理に出撃せず、全員が揃って出撃できるタイミングまで待つのが吉です。フレンド曰く、残り3人くらい残ってたとしても、そのうち2人の残り体力が半分以下とかなら待ってもいいらしい。他の味方が出撃したらその限りじゃないけど、無理に出て囲まれて死ぬくらいなら一度見捨てた方がいいんだね。難しいんだな。ところで説明の裏でどこ行くか迷ってうろうろして切られた人がいるらしいですね。ごまかせると思ったのに。でさっきからこのカウンター確率は何なんだよ。かわいそうに。すでにエースが選出されているのでキルを譲れたら最高でしたが、ちょっとそんな余裕なかったね。仕方ないですね。エースは狙い通り S マイナスの人になったみたい。エースマッチはエースが選ばれてからが本番。割と開いていたサモアっという間にほらこの通り、ミリ残しを作っておいたことがうまく作用しました。逆に言うとこの差でも一気にまくられる可能性があるということ。最後まで油断ならないんだ。時間的にも次が最後のウェーブ。戦場はもちろん。ここでしょう。もう見慣れてきたかもしれないこの場所。ハイメガを貯めて迎え撃つとしよう。ということで敵が来るまで。めっちゃいるんだけど、群がりすぎて敵か。これだけいれば適当に撃っても当たるだろ。あ、ダメだ全然わからん。体力少ないし下がった方がいいんじゃ。それもそうだね。あ、でもこのミサイルだけズボラせてもらって。当たりましたか？全部無敵やっこに座れましたね。あ、そのインカムはズルかぞ。おいまずいってまた最後が閉まらないって。最後の15秒でなんとかしなきゃ。さっきの俺は15秒でやられたし全然チャンスはある。説得力がすごい。このハイメガだ。これに全てをかけるぞ。あやだ近くて怖い。うおー行くぞ俺のハイメガー。
の最後まで締まりませんでしたね。当ててたらかっこよかったのに。ちくしょう。ということで初めてのクランマッチ、いかがだったでしょうか。この後も何戦勝ちましたが、全体の勝率は 50% ほどでした。いつもの相手より格段に強い相手が多く接戦しましたが、まあ頑張った方ではないでしょうか。プレイングは散々だったけどね。いずれリベンジしてやる。このままコメント返しに行きます。コメント返しのコーナーというわけでコメント返しをやっていきます。ここでは YouTube でいただいたコメントを返していきます。ニコニコ版のコメント返しもあるから概要欄から覗いてみてね。今回もたくさんあるのでサクサクいきます。不足です。毎日投稿頑張ってください。いからくありがとうございます。絶賛教習に怒られてますが楽しめてます。とりあえず見出すのでは不正忙しいですが毎日投稿頑張りの毎日。うちはもうかばっていうというか嫌われてるんだと思います。ああなるほど、そういうことでしたか。これは間違った感想を述べてしまいましたね。ご指摘ありがとうございます。もう未だ見つかってません。北極は支援より反応がおすすめだよ。北極の支援は米国化でしか通用しないと思って理解できました。今は素直に反応使ってます。400ならペインライダー1000重装備と価値です。前回の見ていたので動きがかなり上手くなってますね。いからくありがとうございます。疲労で忘れがちなので意識したいですね。同じ支援機乗りとして応援してます。ありがとうございます。お互い頑張りましょう。よし、どんなに登録しよう。登録者は何倍でもいいですからね。ありがとうございます。久しぶりに精霊と隊の戦闘見ましたが敵も味方の動きが初々しくてなんかほっこり。心配だったからあの戦敵になったんだなぁと不思議感じてます。精霊、味方に譲る心も大事ですよね。巻き込んだら意味がないので、今回めちゃくちゃごちゃしてましたけどね。反省しております。400コストが楽しく見えてきた。いつも言ってないコストに行くと楽しいですよ。若返りついでにぜひぜひ、戦士しか感じないです。次の動画にはすでに映画になってたり、先日絵まで上がりました。よろしくお願いします。お前、やったー。とりあえず無事卒業頑張って。今の最優先はそれで決め、2月くらいまでは戦いことになりそうです。さっさと卒業して心置きなく動画作りたいですね。この動画に新規動画ありがとう。これは応援するしかない。ゲストのチャンネル登録広報書かせてもらおうじゃないか。一方、ありがとうございます。事務所にお使うという成長はな、体選びも少しずつ成長しているということで、特訓を疲れたのですか。操縦すごく上手くなってますよ。次の成長を見られるの楽しみにしてますね。いや、嬉しいです。もっと頑張ります。北極式で支援地で引き続きしてね、お手はすごい。あの試合は運が良かった。あの動きが毎回できたら理想的なんですが、現実はアバレンド SF 将軍なんですよね。そういったところで今回のコメント返しは終わりです。たくさんのコメント本当にありがとうございました。よければこの動画にもコメントや高評価など、よろしくお願いします。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。また見てね。おまけ。作戦開始。ということでアリヒのリベンジ派始まるよ。第1回のおまけで戦った試合と同じステージとコストですね。違うのはフルパでやってることとメイン並走、そしてウプムシの経験値。この試合でウプムシがどれだけ成長したのかをお見せしますよ。当たる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 、なんだそれ、当たる。これマシンガンでよかった。バーアンバリバリマシンガン。バルメジーは成長したのでマップも見れます。当たる。おら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 、うーん、がしてしまう。痛い、痛くね、かなり痛い、まだ痛い。倍返しだ。当たらない。うえー、うわあ。ちょっと開けたところに居座りすぎましたね。なんだこいつ、急に真面目に判定を。ずーっと真面目じゃい。当たらない。当たる当たる。よし、いい仕事したな。うわ、こっち来るな。トラウマ、味方だったわ。やめろー。うわー、まだまだ全然戦えるぞ。プレイが安定してきてて面白みに欠けますね。確かにそうだけど先に成長を喜ばんかい。ほら、ガットは支援の花キャノン。支援で支援できてる時が一番楽しいかもな。当たれ当たれ当たれ。いや全然当たりますけどね。うつつけめちゃくちゃ外してただろ。いてぇ、またお前かよ。やめろ来るな。いやだー、また最後でボコされてる。梅が甘いですね。つまらねー。